私今こう京王八王子駅に来てるんですけどね、え、なにこれ、これ17時42分発のね、こう急行新宿行きがね、こう8両編成なんですよ。え、これどういうこと？こう京王の優等列車ってね、こう基本的にね、こうすべて10両編成なんですがね、こう8両って書いてるんですよ。これは電光掲示板のバグとかではなくね、本当にね、こう右に止まってる急行新宿駅ね、こう8両編成だったんですよね。これはなんかダイソーってことなのかな？でもなんかね、今日ね、こう京王線がね、なんかダイヤ乱れたとかって聞いてないんですがね、こうなんでしょうね。まあもしかしたらもともと8両なのかもしれませんがね、まあでも8両の急行ってね、結構珍しいんでね、今回はこの列車についてね、紹介していきたいと思います。そしてね、これ前もスカスカですよ。10両だったらね、ホームいっぱい止まんでね、こんなスカスカっていうのはね、8両でしか見えません。まあでね、早速乗っていきたいと思います。もう発車しますしね。まあでは列車ね、京王八王子駅を発車するようなんですがね、ここでね、皆さんにモーター音をね、聞いてもらいたいと思います。どうですかね、こうなんかちょっと変わった音がね、こうなってませんでしたか。これはね、東芝 ICBT-BMSM っていうね、そういうモーターでね、これはね、京王線ではね、8000系の8両編成にしかね、ついてないモーターなんですね。そして京王の車両の8両編成っていうのはね、基本的にはね、各駅停車の運用にしかね、ついてないんですよ。だからね、BMSM のモーターでね、こう爆走するっていうのはね、なかなかに珍しい光景がね、この後見れるんじゃないでしょうか。まあ、この車急行ですからね、8両編成とは言ってもね、多分思いっきりね、かっ飛ばしていくと思いますから、まあそういうね、貴重な光景っていうのをね、皆さんにね、お見せしたいと思います。ああ、そう今さっきね、こう夕日がね、すごい綺麗に見えましたね。これね、こんな綺麗にここが夕日ってね、こう見れるんですね。いや、知らなかった。そして列車ね、ここで京王高尾線と合流。そしてもう列車ね、一つ目の停車駅、北野駅に到着いたします。そしてこの列車っていうのはね、急行、こう優等列車なんでね、こう3番線だったかな ?3 番線ですね。3番線にね、こう入線します。で、これ各駅停車っていうのはね、まあこれ朝早くとか夜中とかだったらね、もしかしたら、ね、こう3番線に入るってことあるのかもしれませんがね、これね、日中はね、こう必ずね、こう4番線にね、こう入るんですよ。まあダイヤが乱れた時とか別ですけどね。だからね、多分ね、このね、8両編成、PMSM のモーターを積んだ列車がね、こう3番に入るっていうね、なかなかに珍しいんじゃないでしょうか。そして列車はね、北野駅を発車。そして列車ね、北野駅を発車するとね、途中長沼、平山城址公園、南平とね、3駅通過して、次の停車駅はね、高畑不動、河野間っていうね、かなり飛ばすんでね、これね、8両編成の列車がね、かっ飛ばす姿っていうね、見れるんじゃないでしょうか。列車ね、今ね、平山城址公園南平間を走行中なんですがね、いや、これすごい思いっきりかっ飛ばしてますよ。これね、あの速度測ってないんでわかんないんですがね、多分ね、500キロ以上、これ最高速度の110キロ近くに、ね、出してたんじゃないでしょうか。で、まあこれ高速域の時にね、BMSM のモーターの特徴があるかって言われたらね、あんまないんですがね、まあでもね、BMSM のモーターね、ここまでかっ飛ばすっていうね、なかなかに珍しいと思います。それにしても早い。てかこれ、モーター音ね、うるさくないですか？ギア数の問題とかだと思うんですよね。他の重量編成の列車と比べてね、モーター音がね、ちょっとうるさいような気がしますね。いやー、それにしてもほんとね、8両編成でね、こんなかっ飛ばすってね、なかなかに違和感がありますね。今からね、もうちょうど半年ぐらい前かな。まあ、もうちょっとね、まあ、最近かもしれませんがね、これね、1回ね、8両編成のね、列車でね、優等列車だったことあるんですよ。でもね、これね、なんかその時っていうね、確かこう人身事故とね、それからね、倒木の影響でね、京王線のダイヤっていうね、乱れまくってね、8両編成の8000系がね、特急のね、ダイソーにね、こうついてたんですよね。京王線の8両編成による優等列車に乗ったのはね、多分その時以来だと思いますからね。いや、ほんとね、なかなかにレアですよ。私、いつもね、こう京王線乗ってるんですかね、まあ、そんなに乗れないってことなんで、結構これレアだと思います。そして、マンク列車はね、高畑不動に到着いたします。そして列車はね、高畑不動を出るとね、またもや大爆走。
これ早いですよね。形容詞の8両編成でね、このスピードっていうのはね、なかなか味わえません。さっきからね、形容詞って言ってるんですよね。これね、逆に言えばね、形容詞じゃない、つまりね、東映新宿線の車両だったらね、8両編成でもね、結構ね、こんな高速で走る姿っていうのをね、見ることができるんですよ。というのも、東映新宿線の車両っていうのはね、13型っていう車両なんですね。数としては少数派なんですね。13型の中でもね、古いタイプの13型っていうのはね、2編成を除くね、全てがね、8両編成となってるんですよ。で、その8両編成の13型に関してはね、快速や緩急行、急行などの運用に使うんでね、普通にね、かっ飛ばしたりとかね、駅を通過させたりするってこともね、あるんですね。しかし、京王の車両に関してはね、8両編成の車両っていうのはね、基本的にはね、各駅停車の運用にしかね、使わない。橋本は、辻川岡行きのね、快速としてね、8両編成が充当されることもあるんですがね、その列車ってね、通過するのってね、途中の札、国領、柴崎の3駅だけですからね、そのね、通過運転、また速度を出す感っていうのはね、その多くはないんですよ。そのため、京王の8両編成の車両がね、このかっ飛ばすっていうのはね、なかなか珍しいと思います。さらに言えばね、さっき言ったね、東映新宿線の8両編成の車両ですよね、この車両っていうのはね、2022年末までにね、これね、全部がね、廃車になるってことに、ね、なってるんですよ。そのため、京王電鉄からね、8両編成の優等列車が消える日っていうのはね、そう遠くはないんですね。そして、あの列車はね、成績相良川丘、不買原、府中と停車してね、到着するのはね、東府中駅。この駅っていうのはね、特急は通過するんですがね、急行は止まるんですね。これね、ずっとね、特急と急行の停車駅の差ってね、なかったんですよね。ここから先っていうのはね、特急と急行っていうのはね、停車駅がね、若干異なってきます。そして列車はね、東府中駅を発車。そして列車はね、東府中を発車するとね、途中多摩霊園、武蔵野台、飛田急、西調布を通過してね、次の停車駅っていうのはね、調布、本館っていうのはね、列車っていうのはね、かなりかっ飛ばす感となります。そして列車はね、多摩霊園を通過。続けて列車は武蔵野台を通過。さっきの多摩霊園はね、東府中を出て姿だったんでね、そこでは遅めでしたがね、ここまで来るとね、列車っていうのはね、かなり高速で通過してくれます。そして列車は飛田急駅を通過。乗ってるのはね、8両編成の京王車なのにね、こんなバンバン駅を通過していくのはね、なんとも違和感の塊。そして続けて西調布駅を通過。そしてここでね、ひとまず通過っていうのは終わりでね、次の駅っていうのはね、この列車も停車するね、調布駅です。そして列車はね、調布の手前でね、こんな感じにね、地下に入ります。これね、調布が国領までね、地下区間っていうのが続いていてね、これね、開かずの踏切を解消するためにね、2012年にね、地下化されたんですね。そして調布の手前でね、橋本方面からやってきたね、京王相模原線と合流。そしてもう列車はね、調布駅に到着いたします。そして列車は調布駅に到着。で、今回私はね、調布駅で降りていきたいと思います。ああ、ちょっとビビった。これ向かい側の方面にね、ちょっと橋本方面からやってきたね、特急がいてね、これね、この先新宿方面に急ぎたい人はね、乗り換えてくださいってね、そんな感じになってたんですがね、その特急っていうのはね、急線系の0番台だったんですよ。で、急線系の0番台っていうね、8両編成しかいないんでね、これね、またね、8両編成の特急がいたのって思ったらね、これはね、前にね、2両7000系っていうね、他の車両をくっつけてね、計10両で走ってる列車でした。これね、なんか2編成くらいね、そういう列車がいるんですよね。そして特急が発車したらね、私が乗ってきたね、8両編成の急行っていうね、続けて発車するんじゃないですか。多分そろそろ発車すると思います。そして列車はね、ドアを閉めね、調布駅を発車いたします。でね、これ見送りたいと思います。では今回はね、8両編成の警報車によるね、急行っていうのをね、紹介してきたんですがね、どうでしたか。これなかなかにね、珍しい光景ですよね。これがね、定期で8両なのかどうかっていうのはね、ちょっとわかんないんでね、もしご存知の方がいればね、ぜひね、コメント欄でね、教えてください。ではこの動画はね、ここまでにしたいと思います。皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、共有、どんどんします。ではね、動画を終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。